ニュージー大好きポッドキャスト、テリー野沢の独り言、エピソード44です。今日は久しぶりに一日オークランドに滞在しています。この一週間はウェリントン2日間日帰り、昨日もクライストチャーチ日帰りで、なんだかほとんど飛行機の中にいます。飛行機は好きなのでいいんですけれども、さすがにこの忙しい時に全く仕事のできない時間が数時間も続くってことがちょっと苦痛だったんですけれども、最初はそう思っていたんですが、最近になって飛行機の座席に着いた瞬間に寝るようにして、着陸と同時に起きてます。それで夜の睡眠を少なくすれば今までと同じだけの労働時間が確保できてるんじゃないかなって思ってます。あとは、まあ、乗る前のラウンジで食事もできますし、プリントアウトなんかし忘れた書類とかはそこで印刷もできるので、まあ、仕事が続けられるっていう感覚でいます。昨日は快晴で暖かいクライストチャーチから雨が降る寒いオークランドに戻ってきたんですけれども、到着した時は雨が止んでたんですが、モーターウェイ走っていたらまた激しい雨が降ってきました。途中ものすごく大きな虹が見れたことは、まあなんとなく嬉しかったですけど。でも本当、今は口が開くとこの異常気象のことしか出てこないですよね。こんなに寒い夏が今まであったのかなって思ってます。そして未だにサイクロンガブリエルの被害が続いているということもニュースを聞くたびにちょっと辛いです。先週は今度はトルネード、竜巻ですかね。トルネードが北島の北部を直撃したようで、僕の友人で北の方に住んでる人がいるので気になって連絡したんですけど、メールも LINE も返事がなくて気を揉んでいたんですね。そしたら昨日の夜遅くに返事がありまして、まあ、その内容を少しここで読みますと、ハリケーンガブリエルはかなりの爪痕を残していきましたが、我が家はソーラーパネルがプールに沈み、煙突の一部が吹き飛び、停電が10日続き、電話もテキストも全く通じない日々を経験しました。そして牧場内では100本以上の倒木があったんですが、直径1メートル以上ある木が根こそぎ倒れているっていうところを見ると、本当に自然の力はすごいですよねって書いてありました。最後の部分こそおどけてますけれども、さすがに10日間の停電は冷蔵庫の中身とか心配ですね。まあ自家用発電機とかあるんじゃないかなと思ってますけれども、まああったと信じたいです。ソーラーパネルがプールに沈んでも電話やテキストができなくても、こうして無事に連絡が取れたってことが良かったです。まあでも手紙では気丈に振る舞ってますけれども、おそらく今でも大変な思いをして過ごされているんじゃないかなと思うと、早く復興の手が届いてほしいですし、何か、まあ、僕ができることって何もないかもしれないんですけれども、何かできることがないかなって思ってます。はい、最近のニュージーランドニュース。ニュージーランド航空の去年下半期の税引き前の利益が2億9900万ドルというニュースです。約3億ドルっていうと日本円にして300億円の利益ということですね。すごいっていうか、ここ最近の飛行機代目が飛び出るほど高いですから、まあそりゃそうでしょうって言いたくなるところですけど、ニュースではこうありました。ニュージーランド航空の去年下半期の税引き前利益は2億9900万ドルでしたが、前年同期は3億7600万ドルの損失でした。また COVID-19 パンデミックによる数年間の損失もありました。まあ、つまり COVID の影響でこれまで数億ドルの赤字だったので、この半年間の利益はそれに補填するという感じでしょうか。エアニュージーのウォルシュ会長のコメントが出てます。
今日の結果は、当社の回復における重要なマイルストーンを反映している。ニュージーランドの国境が予想よりもはるかに早く再開されていて、私たちの従業員はこの機会に立ち上がり、迅速に航空機を運航に戻し、29のルートを再開し、3000人以上の従業員を搭乗させて、7月から12月までの間に800万人ものお客様をサポートしました。多少の混乱はありましたが、私たちは将来を見据えながら、顧客が必要とするものを提供しました。この結果は、ニュージーランド航空が機材、人材、脱炭素化の目標に引き続き投資できることを意味します。そして、フォラン CEO のコメントも出てます。航空運賃は新型コロナ前よりも高くなっています。多くの企業と同様に、より多くの顧客が旅行を希望し、それが航空券の価格に影響を与える一方で、燃料、人件費、その他のサプライヤーのコストが上昇するインフレ高に直面しています。ということで、この文章は Google 先生が訳してくれたんですけれども、つまりは、これまでの損失を補填するため、そしていろんな物価高が影響して飛行機代が高くなっているっていうことなんでしょうかね。過去3年間の損失を考えると、致し方ないとはいえ、本当にここのところの飛行機代高すぎて、ちょっとあちこち行く機会が今本当に多いので、通常の倍ぐらいの経費になっている現状はちょっと辛いです。エアニュージーさん、この半年も利益がもし出たら、できれば少し安くしてくれるとありがたいです。はい。いつもの告知ですが、3月19日のジャパンフェスタ in クライストチャーチ2023ですが、いよいよ3週間ほどで開催になります。前売り券の 10% 割引チケットは明日28日までとなってますので、お早めにお買い求めください。3月に入りますと 5% 引きで買えますが、せっかくなら明日までに買った方がお得です。出店も出揃っていて、会場内のレイアウトもほぼ決まりました。ステージの内容も決まりつつあります。地元のコスプレグループのステージや、日本から声優の五十嵐さんを迎えてのトークショーなども準備を進めています。僕個人的には、そのステージの MC にノリカホが出るということで、あの二人がうまくやれるかどうか、ハラハラしています。このイベントは、日本のポップカルチャーを中心とした日本文化のお祭りです。漫画やアニメ作品の展示やコスプレショー、コスプレカフェがあったり、たこ焼きや焼きそばなどの出店もあります。札幌ビールのビアガーデンもあります。3月19日、お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。アニメ映画の君の名は、千と千尋の神隠し、狼子供の雨と雪という3作品も上映されます。無料で鑑賞できますので、朝から夕方までお楽しみください。最初に前売りチケットの話をしましたが、ビアガーデンを含むフードエリアは無料で入場できます。アニメ展示やステージなどを見るためには、建物内に入るための入場料が必要となります。映画は屋外のお庭で大きなスクリーンに投影しますので、無料でお楽しみいただけます。皆さんのお越しをお待ちしています。はい、今週もありがとうございました。皆様からのコメントは、Twitter の DM とか、ウェブサイトのコメント欄から受け付けていますので、ぜひご利用ください。いただいたコメントには必ず返信させてもらってます。コメントは本当に励みになってますので、どのようなコメントでもぜひいただけたら嬉しいです。それではまた来週、ニュージー大好きの野沢でした。
く。